どうもピンゴおじさんです。今回のテーマはこちら。今回からですね、スマブラの作り方を、複数回に分けて解説していきたいと思います。まあ、こちらもですね、いろいろな方からリクエストいただいてたんですけど、まあ、リクエストいただいてた方をお待たせいたしました。まあ、なるべく簡単なコードでですね解説していこうと思いますので、ぜひ、最後まで、付き合ってもらえればなというふうに思います。では、どのようなゲームかを見ていきたいんですが、はい、このようにですね、旗を押すと、このように2人のプレイヤーが出てきて、まあ、ステージの上ですね、ステージの上を駆け回りながら、まあ、近距離攻撃と、まあ波動拳のような攻撃、あとはズドンというですね、上必殺の攻撃ですね、押しながら、まあ、バトルしていくと。で、左下にパーセントがあって、これが、ダメージで、このダメージを食らった状態で、はい、このようにですね、スマッシュ攻撃を食らうと下に落ちて、負けと、いうことになります。今回作るものはですね、プレイヤーの数とか、技の数は少ないものなんですけど、まあ、基本が分かれば、これをどんどんですね拡張していくこともできると思いますので、ぜひ作ってみてもらえればなと思います。このチャンネルでは、まあ、いろいろなゲームの作り方や、テクニックの解説などをしていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では作っていきましょう。はい、では新しいプロジェクトを開いていただいて、まずですね、ここの部分に、ステージを書いていこうと思います。はい、ここのプラスから描く でここにステージを描いていきますが、この四角を使うんですけど、まあ、塗りつぶしは今回、まあ、地面なのでちょっと地面っぽい色、こんな感じにしておきましょう。で、枠線はなしにして、でこの状態でグイーとこう引っ張ってですね、はい、適当に、はい、このように地面を作りましょう。で、ここの地面の下ですね、ここに、黒にして、で、この下に、はい、ステージを、まあ、こんな感じのスマブラ浮いた感じのステージだと思うので、はい、ここにポチッと押して、これを両サイドを、はい、削除して、まあ、こんな感じでいいですかね。こんな感じの、はい、ステージを作ります。で、場所をちょっとこの辺りに合わせておきましょうかね。で、ちょっとこれ位置がずれているのは、ここは00になってないからですね。ここを00に合わせると、はい、ここの場所に来ると。で、これを今回ステージにしたいと思います。はい、で、この上にキャラクターが2匹乗るので、ちょっとこれだと大きすぎますね。ですので、キャラクターの大きさは、これ、まあ、ここで、後でコードにも書きますが、30% ぐらい、このぐらいにして、ここに置かれると、まあ、いうようなイメージを持ってもらえればなと思います。はい。で、これで、ステージの準備が完了で、まあ、これ、名前、ここはステージにしておきましょうかね。ステージ。はい。にしておいて、で、猫。これは、まあ、名前猫にしておいて、猫。にしておいて、次この猫のコードを書いていきます。で、イベントで旗が押された時ですね。で、一番最初はこの上から落ちてくるというようにしたいので、動きで X 座標を100、 Y 座標を150にすると、はい、いうふうにしましょう。で、左向きに向けたいので、向きはマイナス90度に向ける。そして、左右の、だけの回転にしたいので、回転方法を左右のみにして、見た目の大きさを 30% にするというふうにしましょう。はい。で、ここから表示をするですね。表示をする。で、ここからこう落としてきて、左右移動してジャンプをできるようにしたいんですが、まあ、この詳しいですね、この、落下とかジャンプに関しましては、他の動画で詳しく解説しているので、そちらもご覧ください。はい、ではですね、ここで、変数で新たに、ジャンプの勢いですね、という変数を作って、で、これをですね、このスプライトのみにチェックをしておいてください。はい、これはですね、もう一匹キャラクターを作るときに同じ名前の変数使いたいので、このスプライトのみにチェックを入れておいてください。で、OK。はい。で、ですね、ジャンプの勢いを一番最初は0にしておきます。で、ここから制御で、ずっとですね、ずっ
と、はい、でここに2つブロック定義をいただきます。で1つ目が左右移動ですね。でもう1つが16、はい、という2つの、はい、定義を作って、これをピコッと入れてあげます。はい、で、この左右移動と重力の定義をここに書いていくんですけど、ごめんなさい。はい、で、左右移動は簡単です。で左右移動は、制御で、もし何々ならこれを調べるで、はい、ここですね、右向き矢印キーが押されたなら、はい、動きで、はい、90度、右向きなので90度に向けて、10歩動かす。でこの10歩動かすの部分が移動速度なので、ここを変えてあげてもいいかなと思います。で、もう一つですね、ここ右クリックで複製をして、左矢印キーが押されたならこれをマイナス90にして、10歩動かすというふうにしましょう。はい、で次重力ですね。重力は、Y 座標を何々ずつ変える、ここを、変数の先ほど作ったジャンプの勢いずつ変えるというふうにして、でこのジャンプの勢いというのは常にマイナス1ずつ変えるというふうにしてください。そうすると、はい、これで一回見てみましょうかね。旗を押すと、ここから降りてきてストンと、はい、こうですね、このように落下していくことができると。でこの落下してきて、ここの地面で止まりたいので、その部分はここにピコッとこう間を空けてですね、制御でもし何々ならというのを入れて、これが、条件がこの色に当たるというのを使いたいので、この調べるで何々色に触れたというのがあるので、これをピコッと押して、スポイトマークを押して、この地面の色をこう引っ張ってきます。そうするとこの茶色に触れたなら、はい、ここで、動きでですね、 Y 座標を何々ずつ変えると、ここも1個入れて、ここに演算の掛け算を入れて、変数のジャンプの勢いかけるマイナス1、まあ、イメージで言うと下からの力も同じだけかかるので、止まるということになるので、このようにします。でジャンプの勢いですね、ジャンプの勢いを0にしてあげると、はい、いうふうにすると、旗を押してここでピタッと止まって、こう左右移動ができるということになります。はい、ではここからジャンプができるようにしていきたいんですが、はい、ジャンプはですね、上矢印キーでジャンプができるようにしたいと思います。ですのでこれですね、ここで上矢印キーが押されたならというふうにして、ここを、ジャンプの勢い、ジャンプの勢いを何々にするというのがあるので、これを、はい、15にしてあげます。はい、15で、15にしてあげて、で、そうすると旗を押します、止まります、上矢印式でこうジャンプができるということになります。ただこれまだ問題があって、ジャンプがですね、こう上矢印式を押し続けるとずっとジャンプできちゃうんですね。はい、でこれではちょっとゲームにならないので、スマブラの場合はですね、2段ジャンプまでできるようになりたいので、2回までですねジャンプができるという制限をかけていきたいと思います。はい、ではですね、もう一つ変数を作って、変数でジャンプ回数という変数を作ります。でこれもこのスプライトのみにチェックを入れておいてください。で OK で、ジャンプ回数ですね、ジャンプ回数をここ一番最初は2にしておく。はい、でこの2が0になったら、ジャンプできないということですね。はい、でですね、先ほど、はい、この上向き矢印キーが押されたらジャンプをするんですけど、ここでジャンプをするとジャンプの回数が1減るというふうにしたいと思います。ここでジャンプの回数がマイナス1ずつ変わるというふうにして、でこれが、制御でもし何々ならというのをここにポコッと入れてですね、演算で、この不等号を入れて、ジャンプ回数が0より大きいならジャンプができるというふうにしておきます。
はい、でもう一つですね、この地面に触れたらまた、ジャンプ回数が復活するので、ここで、地面に触れた時にジャンプ回数を2にするという形でこう復活させておきましょう。はい、これで、2段ジャンプできたと思います。ちょっと見てみましょう。旗を押して、はい、これ今ジャンプ回数2ですね。で1、2で0になって、こう3回目はジャンプができない、こんな感じですね。はい、2段ジャンプができると。なのでこう落ちてもこう2段ジャンプしながらこう復帰できるというような動きが作れたということになります。はい、最後ですね、もう一個だけやっておきたいんですが、これスクラッチの性質上ですね、こうジャンプしたりしたら時にここで、止まっちゃうんですね。横もそうですね、ここで止まっちゃうというところがあるので、この端っこで消えるような仕様を作っておきたいと思います。はい、ではここの、ずっとの中にもう一つブロック定義で端で隠す、はい、というようなブロックを作ってあげて、でここに端で隠すを入れておきます。で、端で隠すの中身は何かというと、はい、この左右 と、上下で、消すので、ここでもし何々なら出なければというのを入れてですね、もし何々なら出なければ、これですね。でここを、演算でまたはを入れてあげて、はい、で、ここに不等号を2つこう入れて、これですね、何々の絶対値というのをここに入れて、動きの X 座標ですね、 X 座標の絶対値が、はい、239より大きい、または、はい、これ右クリックで複製して、はい、Y 座標の絶対値が179よりちょっと小さくしましょう、はい、大きいなら、はい、ここの中が見た目で何々の効果ですね、これが幽霊の効果を、幽霊の効果を100にして、まあちょっと見えなくしてあげると。で、でなければ幽霊の効果を、これ右クリックで複製して、ここを0にするとしてあげましょう。はい、こうすると、はい、旗を押してこうですね、 上ではまあ消えないですかね、消えずにこっちでは消えて、はい、こんな感じですね、こんな感じで、はい、端っこで、消えるというような形が取れるということになります。はい、これでですね、猫の基本的な動きは、できたので、この変数は消しておいて、でこの猫の動きと全く同じ動きをもう一匹のプレイヤーに作っていきたいので、これはもう猫を右クリックでこのスプライトごと複製していきます。複製して、でこれは猫になっちゃってるので、はい、でこれをコスチュームで、コスチュームを選ぶで、今回はペンギンにしたいので、はい、このペンギンですね、はい、このペンギンを持ってきます。はい、でこのペンギンを持ってきて、スプライトの名前はペンギンというふうにしておきましょう。コスチュームとしては猫はいらないので、こう消しておいてペンギンだけにしておくと。はい、で、このペンギンのコードですね、これをどう変えるかというと、まず一番最初ですね、旗が押された時の、場所なんですけど、これがさっきとは逆になるので、 X 座標をマイナス100にする、で、向きは90度に向けるというふうにします。でこのあたりはもう変わらなくてよくて、まあ先ほどですね、このジャンプの勢いというのに、そのスプライトのみにチェックを入れたんですけど、そうしているので同じ、変数の名前をそのまま使えるというふうに覚えておいてください。はい、これで旗をします。こうですね。でちょっとこれだとペンギンが大きいので、ペンギンの大きさは 25% にしておきましょうかね。25%、はい、これで大体同じぐらいの大きさになったかなと思います。そうですね、このペンギンは左右矢印キーで動かせないので、ペンギンは右矢印の代わりに D にしましょう。 D ABCD D ですね。で左矢印の代わりに A ですね。でジャンプは上矢印の代わりに W というふうにしておきましょう。そうすると旗を押して、
このペンギンもこうですね、このように動かすことができると。はい、これでですね、まずは左右に動かせて、ジャンプが2段ジャンプができるというところまでが作れたので、まあ、次回の動画ではここから技を出していくことをやっていきたいというふうに思います。またですね、2日おきぐらいに動画アップしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。またですね、今回の動画役に立ったよという人は、グッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。